か来年もきっと今年がやばいことにならなければ来年もきっと東京都の方はやりたいって思ってくれる。なんでここで急に気遣いながらと思うのです。そしたらまた来年もまた、メンバーは違うと思うんですけども、ワークショップをやってステージに出るってなるので、で、これで歌っていうのは楽器の経験者ももちろんいいんだけど、経験してない人でも参加できるプロジェクトもいっぱいあるので、それで一緒にやるっていうのを楽しんでもらってもいいし、もちろん何もそんなのやらないで、ただ見に来て、うん、ビールでも飲みながら一日楽しんでもらって。ビールはあるでしたっけ。わかんない、持ち込みです。持ち込みです。ビール持ち込んでる東京都なんて売っちゃいけないんだと思いますね、ビール。はい、でもどうせ近所にカフェとかもあるかな、うん、あるよね。っていうかそんなのは皆さんの方が多分僕らよりよく知ってると思って、そんなような感じでいろんな楽しみ方があると思うんですけど、通常のさっき言ったお金を払うフェスだと普通はただ見に行って楽しむことだけど、これの場合は作る側にも参加できるのりしろをいっぱい作ってるので、そうですね、なんかその、うん、最初にねその弾くところもぜひって感じですし、うん、あと終わった後の畳むところもあるんですけど、これみんなでやればすぐ終わる。そうそうそう、これはぜひお願いしたい、ね、なるべく人数が多い方が早く終わるので、特に雨降った場合ですね。これがですね、地獄のような重さに10メートル ×10 メートルの風呂敷、こうみんな畳みますでしょ、あれ。こう細長く畳むと、もう本当死体のような重さになって死体持ったことあるんですか。まずいないですけど本当ね、ドスっていうこの重さが普通なら、お布団みたいな感じなんだよね。濡れなければね、濡れなければ、はい、濡れなければもういい感じ、いい感じの何の敷布団じゃないけど、あんなような山口さんの実家は旅館なので、ああいう生地が重なったものを山のように見て育ってるとですけど、まあ雨降っても楽しいですよ、だから、うん、雨降った場合は終わった後の過酷な楽しい作業も待っているというか、誰も来てくれないじゃないか。あ、やばいね。あ、もう一人なんか質問、はい、手を挙げてくださった方。女性の。あ、赤い服の方。はい。お風呂敷は何回ぐらい使いますし、おるんですか。あ、これがですね、今回今予定している東京駅前に敷くのは、ほとんどは福島で最初に作ったオリジナルのものを今まで11、12、13、14、15、16だから6回敷いてきたやつを、これどんどん直しながらやってるんですけど、1回その雨なんか降るとすごく破れやすくなったりするので、修復もしながら、使ってきたものを、ベースにしようと思っていて、まあ、たくさんこの風呂敷工場来てくださってみんなで縫い合わせたら、どんどんその新しく作ったものをも敷いていきたいと思ってるんですけども、まあ、最低限その福島のもので、その6回ぐらいは少なくとも敷いたことがあるものを、使ってやっていこうかと思ってます。洗濯してますから大丈夫ですこれがクリーニング屋さんがね、ちゃんとしてクリーニングしてくださっていて、毎回クリーニング出してる。海外の展覧会にもね、出したことがあって、まさかクリーニング屋が受け付けてくれるとは思ってもなかったよなんだっけ、おだんまとか、そう、お葬式とかああいうのに使う紅白幕みたいな、おだんま、ああいうのを洗ってくれる業者っていうのがあって、さっき業者じゃなく自分たちでって言いながら、やっぱり業者がないとできないこともいっぱいあって、これの選択はさすがに、そう、 2.5×2.5 ぐらいのものだったらね、大きめのコインランドリーで洗えるんですけど、 10×10 だとちょっと業者さんに頼まないとって感じなんで、はい、まあ、そういったものを、はい、聞こうと思ってます。あと何か質問とかありますか。もし美術館関係者の方とかいたら、その6回7回引いてきた風呂敷がもうだいぶそうですね、なってるので、美術館に収蔵できたらいいなって実は思ってるんですよね、うん、で美術関係者の人いないですよね。ちょっといたら考えてくださいこれ歴史に残る布になっていくと思ってるんです、ね、うん、実は、うん、そろそろオリジナルで作った11年の時に作ったものは今回が最後ぐらいかなと思っていて、うん、使うのはそれで、あとは劣化してるもんね、あ
新しくまた作り始めようかなと思うんですけど、最初にオリジナルで作ったの中には俺も結構塗ってるし、山口さんも塗ってる、はい、いろんな人の手が入ってると思う、うん、というところに皆さんもぜひ一枚だけでもいいので一緒にこの風呂敷をね作れたらいいなと思ってますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。そしたらお待ちかねのライブもやるんですよね、はい、今日、はい、なんか蛍光灯の下で演奏するって結構あれですけど、あれですけども、はい、なんかじゃあ演奏したいと思います。